3659回始めます2024年11月13日ですね、はい、もう4時30分回りましたもう1回喋るごとにねあのパン食べたりトイレ行ったり本当に10分20分休むんですよ、うん、だから進まないんだよねはい次いきますよ3659回、えー、これはあれだ日テレニュースのあの SNS 型ロマン詐欺のあのまあ 加害者女女詐欺師逮捕ってやつですよあのうん詐欺師だよ、うん、SNS 型ロマンス詐欺の騙す方の女ねうん、うん、一度も会うことなく SNS 型ロマンス詐欺かってことで悪質手口の27歳の女逮捕出てますはい SNS 型ロマンス詐欺と呼ばれる手法で一度も会うことなく男性からお金を騙し取ったとして えー、27歳の女が逮捕されましたと約90人の男から合わせて1億円以上の被害あったとみられているということで90人の男がこの27歳の女に騙されたと総額1億円以上いやーもうこれは本当詐欺師だねあの頂き書女子リリちゃんねなんていうの有名だけど。 頂、ね、き女子なんて言ってっけどまあ女詐欺師ですよ、うん、あの言葉の言い換えね、うん、この間あのフィーフィーさんのねあのお話しましたけどフィーフィーさんも言ってるとねあのマイルドに言ってるだけと、うん、全てのことね,、うん、あのね闇バイト強盗だし、ね、犯罪だしってことよパパ活イコール売春だしってことねあのマイルドに言ってるだけだけどあのこの言い方ねこれはねもう。 いただけ女,子とかなんだか女詐欺師だからこれ90人以上の男を騙して1億円以上ねとんでもない詐欺師ですよです一発懲役でいいですよこんなのうんどのような手口だったのでしょうかということでうつむき加減で、えー、警察車両にの乗り込む容疑者井田容疑者27歳ね嘘を言って相手を信用させてね イン,インターネットカジノであの使ったりホスト遊びに使いまくったといって窃盗と詐欺の疑いで逮捕されたのは井田ずく容疑者27歳ですと、まあ、写真出てましたね,、うんね、実物見るとね、なんでこんな女にみんな金を貢ぐんだっていうことだけどあの顔が見えないと妄想が膨らんでね、うん素敵な女性なんだろうなって男、思っちゃうんだよね。うん、顔出すとあっってなっちゃう そう何事もね見えすぎるのはよくないんですよ、うん、やっぱりあのね詐欺とかもそうあんまり出しすぎると見えすぎるとねあの、うん、やはり妄想の世界がいいんだねだから騙されちゃうんだねこれね飯田雫容,雫容疑者27歳で、ね、警視庁によると去年 10, 10月一緒に逮捕された28歳の女ねと共謀、ね、28歳とこの飯田容疑者27歳だから。 ね、あのちょっと年の近い女と共謀してマッチングアプリで知り合った男性当時33歳から現金34万円を騙し取った疑い、うんうん、ですね。うんまあ、これら、ね、今回34万だけどこれらが積み重なって総額、ね、90人以上から1億、ね、円以上ね騙し取ったということでねこれ井田容疑者は少なくとも4つのアプリよ4つのアプリを使ってターゲットの男性に接触。 ね、えー、カカオトークとか LINE などの SNS アプリに誘導したということまずアプリから入って男性と接触してそれをカカオとか LINE にあの誘導してね男たちをそんでその SNS 上でいろいろ喋ってねだましていくということまあ SNS 上ではキャバクラジをやってるとで YOU っていう名前で名乗ってたということですね。 うん、で男性とのやり取りね井田容疑者男性にどんなメッセージを送ってたか「死にたい、ね、仕事でキャバねキャバクラで働いてるんだけど給料をもらってお金をロッカーに入れてたのそしたらね、あのーまあ、子供をね自分の子供いて子供をこのキャバクラ系列の、あのー、保育園 に預けてるからその代金を店長に支払わなきゃいけなくてそのロッカーにお金入れてたら渡そうと思ってロッカー開けたらね盗まれててっていうことでお金盗まれちゃったとでも一銭もなくなっちゃったっていうことで男にねお金を振り込ませたとかねお金ないからってあと親が残した借金の返済まだ続いてるのとねいうことそうやって男から金せしめてたとねでも一貫の終わりだとうんもう積んだとね 支払い今日まで待ってもらってたんだけどねあの親の借金ねもう積んだ当てもなくてもう積んだ死にたいとかこう言って男にまあねあのお金をまあせびってたというかね出させてたというか自分はかわいそうなんだよと、うんね、子供のねあの保育園代ロッカーに入れてたと盗まれちゃったとあと親の借金を肩代わりしてるんだけどもうちょっと限界で積んだと死にたいと。 言ってそうかそうかとかわいそうだなキャバクラ嬢っつって男たちがどんどんお金ねあの貢いでたっていうことですねうんでこの井田容疑者の親族に突撃インタビューみたいにしてるねこれねはい井田容疑者ねあの親族の人ねねうちではうん何だなんだあ この伊田容疑者子供いたらしいね実際にそんでお子さんはどうやってるかって言ったらもう実家に預けてたっていうことで伊、ね、田容疑者の実家に子供を預けてるってことでねでこの伊田容疑者はというと全然顔出さないでもう67年,年ぐらい前に子供を産み落として実家に預けて預けっぱなしでしょで自分はキャバクラで働いててそうやって男騙したりして金得て、ね、インターネットカジノで遊ぶとかホスト遊びするとかっていうことで。 やってたっててたことだねそんでもう今回捕まったということでねあのー、残念だね残念だよ悪いことやったんだからね申し訳ないって親族の方言ってますねはいもう単なるバカ女ですよ私に言わせたら、はいあのー、こうやってね騙されるね騙す女がいるということですよ。 まあね、あのルフィ事件やら何事件やら詐欺師、ね、強盗やらって見てると男も悪いけど男ね、うん、あの悪さしてるけど女はこうやってねあの騙す側になってねあの自分は不幸だ自分はかわいそうだね、騙されたかわいそうなの演じてこうやって男たちに結局男たちに、ね、あのなんていう色気使ってお金をせしめてるっていう人が まあ、いつの時代もいるけどさ、いつの時代もいるけど、今もひどいね、でパパ活ひどいね、パパ活とか、このマッチングアプリ、はいであのー、まあこういった手口って言ったらね、あの渡辺麻衣被告ですや、あの歌舞伎町の元ホストに、ね、はまってたっていう、この人もかなり懲役、長期間 <laughs>、判決受けてましたけど、頂き上司、リリちゃんね。はい ね、その頂上詩りりちゃんにあの要はこの頂上詩りりちゃん男たちから金集めて騙してそんでそのお金でホスト遊びホストにね狂ってたんだけどこの頂上詩渡辺麻衣被告が、あのー、なんだ通ってたホストクラブのホストこれもまあねあの男騙して、あのー、男から騙して得た。 ね、要は犯罪収益を犯罪で得たお金だっていうのを知りながら自分ホスト、うん、であのお金を払わせたっていうことでこの男も罪に問われている、ね、これ田中宏被告27歳この男の裁判もやってるみたいで、うん、あのこの男ね3850万円受け取った罪など罰せられてる問われいると田中被告。うんはい、でこの 田中被告、頂上しリリちゃんのホストをやってたってやつですね、うん、店に通わせてお金貢がせてたっていう、この被告、ね、あの田中被告、懲役3年および罰金80万円に処するとで、執行猶予ついてるんだね、執行猶予5年ということで、で、罰金80万円、追徴金1,079万円の判決を言い渡されたということで、まあ、頂上しリリちゃんがはまってたっていうホストも、そのまあ、ホストもね、 いただきしリリちゃんが悪さして得たお金だっていうのを知りながら貢がせてたっていうことでね罪に問われているということですね。はい,いうのも、合わせてこの記事に載ってますね。あとこの日テレニュースか日テレニュースの方では専門家の人たち出てきて会っていないことが逆に相手を理想化してしまいね詐欺に引っかかる危険があると言ってる専門家、これどなたかな、うん、専門家。ね大学高橋 会っていないからこそ逆にねあの相手を理想化してしまい、えー、詐欺に引っかかる危険性が高まると高めるとね主張してるということでまあその通りねあのネット上とか SNS 上でねもう顔写真とかあとそういったものすらじゃなくて手がかりない方が。 男の方としてはもう理想化しちゃうね相手を、うん、本当にかわいそうな人がいるんだなと親の借金のために苦しんでいる人がいるんだなとでそんな人が死にたいって言ってたら、まあ、サポートしたいとかいう気持ちになるということで、はい、あの実際ね、ねこういう今回の飯田被告とか、ね、目の当たりにしたら貢ぐ気にならないけど、うん、あのネット上だと,だと、ね、本当にか弱いです。 かわいそうな女性みたいなのを演じられるとあのお金を振り込んじゃうっていうね男の心理あるんだね、本当に。はい、ということです、ね、騙しだ騙されって、ね、本当男も女が詐欺師だらけよ、嘘つきだらけ。皆さん、ね、注意していきましょう、はい、あの,嘘のない、ね、ちっちゃな嘘から大きな嘘になっちゃうからでこうやってちょっとした嘘から犯罪者、うん、懲役、ね、刑務所になっちゃうから。はい あと、いただき女子とかなんとかパパ活。これ売春だから。あと、詐欺だから。っていうね、言葉の言い換えしないようにしましょう。はい、終わります。チャンネル登録、高評価お願いします。失礼します。